立憲民主党で内紛勃発、枝野幸男と山尾しおりが憲法改正で、産経新聞によりますと、立憲民主党にて内紛が勃発していることが明らかになりました。立憲民主党の山尾しおりさんが、衆議院の憲法審査会にて、国民投票法の改正案をめぐり、 手続きの議論が終わらない限り、憲法の中身に一切入れないのもおかしいと発言したことに対して、枝野幸男さんが、国会の議論の段取りは国会対策マターであり、大衆討議者ではない、党の方針は明確だ、山尾さんの発言は問題ではないかとの指摘もあり、福山哲郎幹事長が議事録などを取り寄せ、本人の話も伺っている。 その結論を待ちたいと発言してしまいました。この枝野幸雄さんは、日本の憲法の改正議論を完全に妨害しており、この憲法改正においては、山尾さんの主張の方が正しいと思うんですが、皆様はどう思われますでしょうか。今の日本の憲法が、 今のままで国民を守っていけるのであればいいんですが、実際には憲法9条があっても、拉致事件が発生しいまだに解決していなかったり、北方領土や竹島尖閣諸島が侵略されているというですね、事実がございます。こういった国民を守ることができない、守るどころか危険にさらしている欠陥憲法を、 枝野さんは改正しようとさせず、そもそも議論すらさせようとしない、非常に悪質な妨害を行ってしまっております。枝野さんが、立憲民主党が本気で国民のことを、日本のことを思っているのであれば、憲法改正の議論を積極的に行っているはずなんですが、 実際にはそうではなく、このように、妨害ありき、誤権ありきになってしまっております。こういった立憲民主党、また枝野幸男さんは、前の民主党から、民主党政権から何も変わっておらず、国民をただただ危険にさらす存在でございますので、皆様今後行われる選挙では、 立憲民主党には、枝野幸男さんには、立憲民主党の候補者には投票しないようにお願いいたします以上になります。ご清聴いただきありがとうございました